粘着シート、鉄筋で買ったなんか耐震シートみたいな。はいはいはい。で銀座方面向かってる。銀座に行きます。いいね銀座。うわー綺麗。うわいいね。マジ道路みたいんじゃないみんな。そんなことないかな。もうちょっとなんだ。うわーツリーまっすぐ目の前に。いいですね。お、リードのシルエットがヘッドライトで。うわ最高なんですけど。うわ近っ。こんな近くまで見れるっけ。綺麗。しかも天気いいから最高なんだけど。スカイツリーって高さ何センチあるの？武蔵え？武蔵武蔵？634じゃないだから、東京タワーは？わからん。300いくつじゃない？そんなんしかないの？倍ぐらい違うってこ違うんじゃない？と？サブローかな。サブローかもね。326かもね。綺麗だねスカイツリー。この首都高もいいよね。なんか首都高のさ、このビルとビルをこうなんていうの、間をね。そうそうそう、かいくぐってくみたいなの。なんかさゲームやってるみたいじゃない？ゲームやってるみたいな。湾岸うん、湾岸やってるみたいな。首都高バトルみたいな。キーンカ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 ン。なんかそれ工事してるの。違うよぶつかってんだよバズる。なるほどね。ゲームだと思う。疲れなんかこの前見たんだよ TikTok で。なんかここは抜かすとこじゃないぜみたいな。いやそれ湾岸じゃないや。GTR じゃなくて G イニシャル D。イニシャル D の TikTok が流れてきた。こえそうこは抜かすとこじゃないです。そうそうそう。誰の言葉だよそれ。あったね。なんか競り合ってて。えーだから今度マリナ言ってみようと思ったけど忘れちゃった。いいねキラキラしてる。友達がさうん電車乗るの嫌いすぎて普通に都内のどこだろうと車で行くって言っててさ、えーはいはすげえな。いすげえな。確かに電車嫌だけどもう慣れちゃえば首都高とかも乗れちゃうもんなのかまあ慣れですよね。乗ってる人がいるんですから。な。何がむずいってさ降りる場所が右だったり左だったりでさ、ね普通に田舎だったら全部左じゃん。うん左だなんで右なのよみたいなね。えここ右みたいな。で結構さみんなスピード出してるというかさなんていうの助走期間が短いじゃん。そのそう合流する時の距離がね。そうそうそうとか出口に行く時のその考える時間がさ、からえここかみたいな、ちゃんと見てないと。カーブ曲がってすぐ出口とかね。そう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 、ここかみたいな。それでいつも我らは運転できないかなって。夜だけ、夜中とかだったら昼間に一回さ、パパにだいぶ前ね、池袋に車で来たことあるんだけど、パパの運転で、その時もう車多すぎて土日だったし。こっちがヒヤヒヤしちゃうぐらい車多すぎて、なんか大丈夫かなって。これどこ行ったらいいのこれ。わかんないね。左じゃない？左。横浜。よいしょ。こういうのも一人だとさ、調べらんないじゃん。そうだね。さっきスカイツリー見えたんだよね、ちょっと。あ、間違えた。東京タワー。ビル多くなってきた。東京タワーみたいね。見たい。死ぬまでにやりたいことの一つ、東京タワーデート。東京タワーを眺めながら、夜の東京タワーで歩いたりディナー食べたり。したいです。ちょっとごめん、なんか違うこと考えてた。音静かになった急に。アミちゃんはここら辺で間違えて羽田行っちゃったのかな。わからない。東京タワーデートはい。いいね。なんかエモいよね。エモいっていうかスカイツリーよりもなんて言うんだろう、なんかレトロじゃない？スカイツリーとかさ、よりスカイツリーよりレトロなイメージ。うんうん。確かに俺も行ったことない。てかどっちも別に登ったことないけど。え、でもあ、スカイツリーは登った。いやけどちょっと記憶にないな。え、東京タワーって登ったらどんな感じなの？それはもう絶景でしょ。絶景ですね。全然東京タワー見えない。すごいな、ライトが。急カーブ。ハスラーより乗り心地いいんだけど。なんでえ、だってハスラーぽよんぽよんすんだもん。確かにちょっと酔うよね。そう。ちょっとマンホール踏んだだけでさ、ビョンビョンするよね。すっごい揺れるから。なんか落ち着かないこの硬い感じも硬いよね。全然落ちコツ着コかない。ツって感じだけどさ、カーブにこうシューってね、こう揺られない感じ。なんかね、吸い付く。そう吸い付く感じ。運転してても楽しいけど、なんか初めて乗る人はもしかしたら慣れない感覚で、そうだね、突き上げ感がね、そうあんまりって思うかもしれないけど、感っていうか、まあそうね、慣れちゃえばなんかもうK のああいうボインボインより全然いい。K のボインボイン間違いない。間違いない。間違いない。東京タワー見えない。にあるよね、車乗ってるとね。外気の向こうデートでしょ。好きな前提だよね、それ、相手のこと。そりゃそうっすね。デート、まあ付き合ってる、初めてのデート、もしくはもう付き合ってまだ何回かね、何回目かのデート、10回にも満たないぐらいで、ね。そうだね。けどさ、もうマリナたちなんてさ、6年7年もう8年ぐらいの仲なわけじゃん。もうだから恋っていうのはその8年前の経験しかないというかさ、なんていうの、この8年間神ちゃんとしかデートしてないからさ、そう、想像して想像今出会って、はい、何の仕事してんの何の仕事してんの、何の仕事をしてるんですか。あ、けど家族のこととか気になるの。あ、兄弟は何人いるんですか。そうそうそう、そんな感じでいい。どうやってなんで敬語なの。まだほら初めてで慣れてないからさ。初めてだとしても敬語ちょっと気まずくない。硬くなっちゃう。めっちゃ距離感あるじゃん。けど仕事の話してもあんま面白くないから、ご飯何が好きとか、次のデートどこ行きたいとか。はいはい。ああ、もう次につなげていく感じね。そりゃそうでしょ。早くないのもなんか始まって次どこ行きたいみたいな帰り際ね。最初から行っちゃう。あ、どう、なんかインスタとか見て、ここの動物園一緒に行きたいと思ったんだよねとか、これ流行ってんだよねって。あ、そうそう、そこ一緒に行こうとか。それもそうか、確かに。次のね、次につながる話ちょっとしたいよね。したいよね。動物好きなんですかなんでそんなよそよそしいの。魚も好きですか。あ、水族館とか行きたくない。水族館いいよね。デート、あのちょっと暗い感じがよくない。確かになんかちょっといやらしいな。けどやっぱタイプとか惹かれやすいって言われるとばあちゃんたちと。いや、普通にキャンプの帰りとかだった気がする。いちご割りいいよね。夢じゃない、いちご食べ放題。でもそんな食べれないんだよね。そうなの。あんま食べ過ぎてもお腹緩くなるし。しかもさ、暖かくなってるじゃん。そうだね。生ぬるいイチゴ。もちろん美味しいんだけど。ね、夏にね、桃狩り行きたい。桃狩り。アレルギーだよ。あ、コストコだ。コストコだ。都内にコストコなんてあるんだ。桃狩り行ったらカミちゃんアレルギーで死んじゃう。桃とさ、梨とか一緒にやってたらいいんだけどね。俺は梨食べるみたいな。そうそうそう。なんでこんなに桃好きなんだろ味美味しいよね。う。うまいよ。俺も好きだよ、味。あ、そうなんだ。とても好きだよ。なんか食べると痒くなる。ね、桃とかね、カニも好きなのにね、食べると痒くなるって。かわいそう。マリナは食べ物アレルギーはないけど、鼻水が。あと9分で着いちゃう。あ、もうそんなほぼずっと回しっぱだったな。早いな。まあなんか喋ってたらついちゃうよね、いつも。そうだね。あっという間に。あれみたいな。けどさ、本当納車してすぐの時さ、なんか夜中に行ったじゃん。その時マリナずっと寝てた気がするんだよね。ああ、寝てたね。本当に興味なかったんだろうね。車とか景色とか。そうだね。社会人になった年行そうそうそう。なんか3人ぐらいで行ったよね。ったね。あれも深夜だったんじゃない？そう、深夜だった。で、マリナ次の日普通に仕事なのに、なんかついてくって言って、そうだそうだ。次の日仕事なのに行きたいって言って行きたいって言って寝てた。来て、助手席でずっと寝てたよ。特に降りずに。あ、そうだね。トイレだトイレけ。ぐらい行ったから。そんなこともありました。でもハスラーより全然寝れる。なんでだ。ハスラーのポイントイン最近やばいんだよ。最近もっと緩くなった。じゃあガチガチの走りしないと。クラッチのショックがとかじゃなくても、ちょっとの道のへこみでボヨンボヨンしちゃうから。だから友達がさ、そのハスラー、マリナがハスラー乗る前に、友達が「K だと高速とか疲れるよ」って、普通に日常なんで普段使いでももう揺れすぎて疲れるって言ってた意味が分かる。うん。なんかするからね。だから大型車っていうのかな、大きい車乗りたいって言って、あれなんだろう、アルファードじゃなくてステップワゴンかな。ステップワゴン買ってね。軽とステップワゴンはもう比べ物にならないぐらい安定度が違うよね。そうだね。あ、かみちゃんお腹空いたよね。お腹すいた。かわいそう。なんか今日はフードコート、大学の。え、大黒のフードコート入ったことないんだけど、俺もない。ローソンしか行ったことない。があるらしいから、そこに夜みたいな。あれもうすぐにいいんじゃないですか。りするとなんかあれかもね。別にそんなこっちは気にしてないよって感じ。ちょっとね、なんか今こっちの車近くて気になっててねみたいな。あ、そう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 。と思ったら超えちゃったよみたいな。いや行こうと思ってたんだよみたいな。あ、分かってたんだけどねとか言われても。男は堂々とね。言い訳すんなと思う。いや言い訳いいよ、別にしたっていいけど、なんか話されるとさ。そうだね。そんな感じでもう着いちゃいますね。いつもの道だね。横浜来ましたよ。あれ、横浜？横浜。神奈川？すごい、外人さん集まってきちゃった。こんにちは、ウェルカムジャパン。すごい外人に囲まれてすごい写真撮られちゃってるわ。すごい写真撮ってくれてるよ、遠くからいっぱい。データ欲しいわ。車のところにいっぱい人が集まって。外国人がマジで多いね。ね、日本人より外国人の方が多いかもしれない。全然多いね。あ、ちょっと車増えてんじゃない？車増えてる。ブン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 。ブームいいね。このさ大黒のさこの丸い道路ぐるっとこう囲んでる道路もめっちゃいいよね。なんか世界観がすごい。くしゃみしながら暖かいところへ。この音は一体車なのかバイクなのか分かりませんね。そうですか。結構ね1時間半ぐらいいた。もうちょいいたんじゃない。まあ1時間半ぐらいだ。結構ね車も入れ替わり立ち替わり来たり入ったりしてね。今がピークかな。だいぶ増えたね。よいしょ。みんな割となんかこのトイレ行って帰ってきたらみんな帰ってるわ。譲り合い。帰りますよ。はい。バイクもいるのか。そっか。友達が 400cc のバイク乗ってるって言うけど。女の子？女の子で。かっけー。女の幼なじみさん。あれ 86？かっこいいよな。いいなあのライト。こうスライド。てるるんてるるんてるるん。雨も降ってなくて、それはそう、平日の割に車も多くって、普通になんかイベント行ったみたいな。え、いいの、こっちの価格とかじゃなくて、こっちの価格じゃなくて、しばらくまっすぐだから楽しかった。楽しかったね。うん、本当にイベント行ってるみたいで、最初入った時になんかめっちゃ外国人の人に囲まれたからびっくりした。外国人にさ、ロータリーって分かるというか、なんか松田がね好きだったみたいですよ。あ、そうなんだ。そうそう、だからめっちゃ撮ってくれてたんだ。何人かで旅行に日本に来たらしくて、面白レンタカーってあるでしょ、うん、あそこで車借りて3人で乗って、よく知ってるね、車の聖地みたいな、大黒とか陶芸って言ってたいいとこないって、なんかいっぱいなんか大黒から帰る人たちが多いね、スポーツカーが。あ、今ね、すごい。そうだね、スポーツカーばっかり。運転手をワクワクさせてくれるんだから。うん。